ハロー、こんにちは。ニーハオ、皆様、マステクのアットギでございます。本日もファイトリーグの動画やっていきましょう。というわけで、今回ピリオド49になって、新キャラクター GGG の新キャラクターたち、犯罪者に積極的構成、ヒアカムニューファイターで、GGG の新キャラクターが5体登場いたしました。で、今回、キャラクターコンセプトとしては、アスクリとか攻撃力400以上のキャラクターを対象に、そいつらの攻撃力を100にしつつ、パクるっていう趣旨のデッキになるんだろうと思うんですけども、今回、ぶっちゃけ真面目に考えて、そもそもアスクリに出会う確率っていうのを考えた時に、そんな高いわけがないと。今回ニューキャラクターだけでデッキを組んでリーグ潜るにはあまりにもリスキーというのが、挙げられたため、僕個人でちょっといろいろ考えてこういう感じのデッキ作りました。というわけで、今回新キャラクターをね、あまり使ってないので、デッキ解説の方先にさせていただきます。まず、US キャラクターワッパーワイルド、攻撃力400以上の全ての敵手札の攻撃力を100にする、相手手札に攻撃力400以上のキャラがいたら、そいつを全部100にするっていうすごい強い効果なんですけども、ぶっちゃけアスクリと TOD 以外には刺されませんよね、正直。で、ぶっちゃけ効果はないものだと思っていいです。ぶっちゃけだってピリオドでさ、相手のクラン指定できるわけでもないんだし、クランゲンのブランドカップとかでやるんだったらともかく、そうなる可能性非常に低いので、ぶっちゃけ今回バニラとして僕は扱ってます。ただの攻撃力 300HP900 の長射型のすごい強いやつっていう認識で、運用してます。で、次、他使ってる新キャラ、冷徹ボーイバートン、登場攻撃力400以上の全ての敵メンバーの攻撃力を100にする。この攻撃力100にするっていう効果は、ぶっちゃけ US の方より非常に使い勝手が良くて、どういったデッキに刺さるかっていうと、最近よく出てくるバイスとか、他に、そうだな、18番街で最近攻撃力上がる系統はあんまり見ないけど、ガムシャラとか出てきたらそいつらにも、全員刺さるし、以上の全ての敵メンバーだからね。ガムシャラとかで全体的に強化されてたら、そいつら丸ごと100まで戻せるんで、非常に強いかなと思ってます。で、あとはぶっちゃけ攻撃力上げるだとか、普段の GGG の攻撃行動を意識するような感じになってます。とりあえず攻撃力上げる枠、サーバントリクライニング、ルーリー、ラビヒーリング、この3体になってます。で、今回ワッパーの配置なんですけど、僕基本的に自分リーダー顔面に置いてます。で、その理由としては HP900 で処理しにくいからっていうのが一つの点で、そういう扱いをしてます。で、ラビヒーリング5番、ワッパー8番っていう配置にしておくと、すっごい硬いんですよ、このゲームっていうか、このデッキで相手がすごい処理しづらいので。で、もしくは自分陣地に配置してアーティストルーリーとかでやるっていうのもありです。で、ランちゃん採用した理由っていうのは、ランちゃん、このピリオドになって僕多分、ランちゃんでの攻撃力、HP700 以上のキャラの奪い合いが発生する気がするなと思ってて、僕、今のところまだそんなにワッパーワイルド使ってる人見てないんですけども、もしワッパーワイルドがこのまま環境主流になってくるんだとしたら、ランちゃんでワッパーワイルド奪い合い、バイスも最近増えてきてることだし、バイスの奪うこともできるので、非常に優秀なキャラクターだと思ってます、入れる分には。で、あとは普通に回復枠でピッキー。で、あと、フィックスとコロンブス入れてる理由としては、こう、単車で、サイサイとかの対策っていう感じになってます。動画内だと、これ今僕が使ってるデッキで、動画内だと、ローラコロンブスの枠が、ティアドロップになってるんですよ。で、その理由としては、HP900 と800がいるので、HP 高くして、いやらしいことしようかなっていうプランだったんですけど、結局そんなに使いどころなくて抜いちゃいました、この子は。だから動画内ではドリップ使ってるんですけど、ちょっとご了承ください。はい。というわけで、早速、試合の方、ちょっと後付け解説になるんですけども、早速見ていきましょう。はい。というわけで、対戦相手の方、よろしくお願いいたします。初手の手札はですね、悪くはない感じかな。この場合、自分だったら、正直、ピッキーが、後ろにいるので、後ろの方の手札選びたいんですけども、先手の方じゃねえや、先の段階で、一回攻撃食らって、ピッキーで回復しつつ、ワッパーで殴りたいなと思ったんですけど、まさかの急な DDD が出てきて、そうなんですよね。このデッキ、DDD と戦うときどうなるのかっていうのが全然わかんなくて、ちょっと最初、てっきり、バイスとかそこら辺かなって高をくくっちゃったんで、ここで急な DDD に対処できずに、とりあえずピッキーで先回復することにしました。で、することにして、で、ワッパーの効果で、効果じゃねえ、ワッパーで普通に DDD 処理っていう形を取ったんですけども、なんでこの形にしたかっていうと、ピッキーはまず取られても全然問題ないっていうのと、
さっき手札ピックシステムで覗いたときに、後手の方にランちゃんがいたので、相手の US が DDD である以上、報告者700以上は、まあ、ラビヒーリングくらいかなって思って、じゃあ、取られても大丈夫っていう決断にしました。で、まあ、実際相手出てきたのが、ピッキーとローラ・コロンブスということで、まあ、もしね、パクられても大丈夫な感じだったんですけども、まあ、普通にしょられちゃったと。まあ、これはこれでちょっとまずいんですけども、まあ、しょられたものはね、しょうがないので、幸い全員攻撃範囲、バートンの攻撃範囲内なので、バートン組んで攻めたいと思いましたね。まあ、バートン組んで、最初、ピッキーも殴り倒そうかなと思ったんですけど、あそこに置いちゃう、一番に置いちゃうと、ラビヒーリングが、攻撃できる配置を作れなくなっちゃうので、じゃあまあ、ラビヒーリング、入れ気味の、奥に押し気味の形で殴ろうかなって思いましたね。DDD が US なので、この形になると DDD ってまあ動きづらいんですよ、やっぱり。だから DDD 召喚封じっていう理由も兼ねてこういう形にしてます。でまあ相手がスタイルチェンジしたマチを召喚しましたね。でまあマチなんだけれども、ここで倒されたんだっけかな、ちょっと覚えてないや。でまあ正直相手のデッキコンセプトを最後の最後までよく分かんなかったんですよね。なんか、オールアーツ型の DDD で殴る感じが僕が一回動画で取り扱ったやつなのかな。まあ、とりあえずなんかオーソドックスな GGG をとりあえず詰め合わせた感じのようなデッキになってましたね。まあ、あれはあれで、まあ、DDD がただ単に厄介なんだけれども、ラビヒーリングが今回残ったため、非常にね、優秀な火力枠が残ってくれました。で、ワイヤードフィックスを5番に出して、攻撃力アップしつつ、敵にダメージを与えるっていう形をとって、次、リクライニングをですね、出そうって決めたんですけども、リクライニングを出す際に4番に出すか8番に出すかっていうのがすごいここで僕の中で引っかかってしまって、まあ、相手が DDD でさっき出なかったことを考えるとワンチャン7番に DDD が、ちょっと8番に設置すると DDD で3体キャラ全員処理できる形になっちゃうので、4番に置いて、配置の邪魔をしたかったんですよね。なんかラビヒーリングはやらせないぞみたいな感じで。で、まあただ、それをしちゃうとラビヒーリングがあれを倒せない、ピッキーを倒せない形になっちゃうので、ピッキーを倒せない形っていうか、まあ、結局これでも、運ゲーの形にはなるんだけれども、ワイヤードフィックスの効果で、2発、2分の1の確率でピッキーの方に攻撃が、リクライニングの方からも攻撃が行くので、この形の方がいいかなと思ってこうしました。で、まあ、次相手、リンちゃんですね。まあ、リンちゃんでワイヤードフィックスが取られちゃったんですけど、まあ、ぶっちゃけ単車だから取られても、まあ、痛いは痛いけど、そんな苦しいことはないかな、特に。で、まあ、次、また DDD が出てきて、このタイミング出てくるとね、厄介だよね、やっぱり。こっちがどう処理しようかなって考えてて。で、まあ、自分の中での結論としては、やっぱり FB を打って、スケールの FB を打って、ワイヤードフィックスを倒すことができたら、結構楽な動きができるんじゃないかなって思ってたんだけれども、それが結局できなかったんですよね。天の計らいの効果でまさか倒しちゃったのが、倒したっていうかダメージを与えたのが DDD になっちゃって、やっぱりこれどうあがいても DDD 隠処理しちゃうやつだって思って、じゃあまあ一生隠処理なんだったら、取られても問題のないバートン君かルーリーを一番に置こうかなと思ったんだけど、まあここはバートンを優先させました。まあ理由としてはね、やっぱりルーリーだったらパクられた時効果発動されて相手の攻撃力アップを手伝っちゃうんですけど、まあバートンだったら攻撃力ね、落としつつ、まあパクられても別にアーツはこっちを向かってこないので何一つ。でもあとワイヤードが攻撃力100になっちゃったので、ここにワッパーを置いた場合、ワンチャンしょられないっていうのをかけましたね。もうこのスペース1個100がいるっていうだけで、なかなか処理しづらくなる形が出来上がるんじゃないかなって思って、それにかけてみました。でも実際ね、この効果、敵面で、相手がバーナードっていうまさかのこっちに攻撃が向かないキャラ。で、まあ、結構キャラが残ってたので、400ダメージっていうワイヤードに、マジだ、バーナードにしては痛いダメージなんですけども、まあ、ぶっちゃけ HP に余裕があるので、バーナードが何してこようと正直そんな怖くはない。で、相手が FB を打ってきて攻撃力200増強してきて、HP も200増強されるんですけども、ここでまあ、ほとんどの可能性、ワッパーがやられる可能性はほとんどないので、まあ、ピッキー出されて、はい、で、これで500ダメージ受けるんだけれども、ワッパーの HP はすごく残っております。で、まあね、あそこのバーナードがもし、ワッパーの方にアーツ向いてたら話はまあ、まただいぶ変わってたんですけども、それを差し引いても、
結局ワイヤードとリクライニングで倒せてたので、まあ大丈夫だったでしょう。どの道勝てた試合ではありましたね。まあやっぱりあのワッパーが9番にいる、9番じゃね、8番にいるとすごく処理が難しくて、すごいそれでボードアドバンテージ取れるんですよ。次のターンにも攻撃力300が殴ってくるぞっていうプレッシャーがすごいし、相手はだから全速力でこっちを殺しにかかるので、あの9番に置いとくのは本当に正解だと思います。はい。で次、今度は JP との試合になりますね。あの公式さんが動画を出してくれてたんだけど、あれはなぜかアスクリ3連チャンとの試合だったので、じゃあこっちは別々のクランで戦ってみて、ワッパーが一体どれだけ活躍できるのかっていうのを検証してみる形でいろんなクランで戦わせてみました。まあでも実際なんかやっぱ新キャラ試したいのか、今のクラン GGG がいっぱいいたので、あのなかなか見なかったよね、他のブランド。本当に全然出てこなかった。でまあ、ここでワッパーを出して、で自分の後手の手札に、ランちゃんがいるので、ランちゃんの効果でデストロイヤーをパクるという形を取りました。ランちゃんがね、あのとりあえずワッパーが攻撃力400以上全員100にしてくれるので、あのリンちゃんを選択肢に入れる必要がなくなるっていう点がすごい強い点で、ランちゃんがもうデッキに入るの確定しちゃうよね、こうなった以上で。あとこのピリオド多分 GGG も US キャラってみんなHP が高いやつ、バーバイスだとかワッパーだとか、あとエイミーとかもいるね。でまあ JP もともと HP 高いし、あの18番街もトリノとかガタロウとか、あとスズとか、みんな結局あそこら辺の US 枠はみんな HP が700なので、あのランちゃんが本当に刺さるところは非常に多いと思います。今では TOD ですらね、あのウラートモーテが700なので、あのしかもワンチャン UFO クイーンだった場合ですら、あのワッパーが攻撃力を100にしてくれるっていう相性がいい感じになってるので、すごい強いなと思いましたね。でここはちょっと手札が悪くてティアドロップ選びました。まあ特に意味はないんだけど、あのデストロイヤーがまあ固く守り神になとでもなってくれたらなっていう意味であそこに置いたんですけども、まあぶっちゃけアーツが向いてないからね、意味ないよねあそこに。だからアーツが向いてないから、自分ここのラビヒーリングは結局やめて、あのワイヤードフィックスを出して、あじゃあオーラーツ化して、あの守り神になってもらおうかっていう感じで。でまあこのターン殴れなかったのが少々痛いんですけど、まあ盤面作りも兼ねてこの手は全然ありなんじゃないかなって思います。あの HP がね全体的に高いキャラクターが多いので盤面も作りやすいんですよ。だからあの攻めに困ったら全然守っていいと思う、このデッキは。しかも相手 JP だしね、特に JP だったらこっちの守り崩すのにも時間かかるし、ではい、回復がね、あのやっぱりうまいほどこう行ってくんないよね、レムちゃんといい、トリップといい、それはもうしょうがない。でまたホンダが出てきて、こっちのメンバーが全員バーンされて、まあ、ドリップが限界を迎えると。ただワイヤードフィックスが残ってくれたのは非常にでかくて、やっぱこの子はね効果があの永続効果を持ってるので残ってくれるだけで非常にありがたい。でまあラビヒーリングをここに置いて、こちらの全体的なバフができる形を狙ってみます。で次の手札はドリップとピッキーで、まあ自分のメンバーを回復するか自分リーダーを回復するかでちょっと悩んだんですよ。まああのデストロイヤーめっちゃ硬い形にしてこっちの場を埋めるのも全然ありだなと思ったんだけど、まあさっきの例を見る通りドリップがね全然効果を発動してくんないので、攻めたらどうなるかなとかって試しつつ、結局あのピッキーで攻めることを決意しました。はい。だってピッキーでね、結局自分のリーダーの HP 回復した方が優秀だし、こっちの方が強いっていうのがもう丸分かりなので、でこっちの方で攻撃力も増える、アーツも増えるで、殴り倒すといいですね。でまあ相手がリスクデストロイヤーを召喚してくる形になってますね。リスクデストロイヤーここですっげー運のいいことに、あのたまたま発動された効果がオールアーツ化プラス長射化なんだよね。で私の手札ランちゃんいるんだよねすごいありがたいことに、あこれもうパクると言わんばかりのキャラクターだと思って、あのもうあれは美味しくパクらせていただく運命をもう辿るしかなかったですね。ここでもう一体 HP700 以上のキャラクターが出てきたらちょっと大変だったんだけど、まあ、運がいいことに、エアリーがね出てきてくれたので、しかもエアリーがまあ個人的にはね、あのデスクデストロイヤーの方に攻撃力200追加してくんないかなって思いつつ見てたんだけど、まあそうなるわけもなく、とりあえず美味しくあのデストロイヤーはいただきました。非常にありがたい。でこのデストロイヤーをランちゃんでパクって、でここで10番か12番かですごい悩んじゃったんですけど、まあここ正直10番でも12番でもそんな変わんなかったですね。はい。
でもランちゃんって HP が低いから一見壁役には向いてないんですけど、まあこのゲームぶっちゃけ相手の初ターンにキャラがいれば、あの FB でも使わない限りキャラはしょれないので、あの HP100 のキャラクターでも配置意識しとくと相手の登場をすごく邪魔できると思います。でこのフィックスもそれを考慮されて出された感じですね。ちょっと出すのに時間かかったんですけど、これはあの本田くんがさっきからよく出てくるので、ちょっとデストロイヤー本田であまり処理されたくないなっていう意味も込めてこういう配置にしました。でまあ相手さんは負けじと見込みを出してきましたね。あのブライダル版のブライド版の見込みが出てきてね、可愛いですね、あちらの方。まあ僕結婚ガチャ一切興味なかったので、だって性能変わんないじゃんね。イラストは変わってるけど性能変わんないので、まあ持ってるんだったら別に石回す必要ないかなって思っちゃって回してないんですけど、あれはあれで可愛いですね本当に。でまあ見込みで守りの形を整えつつバンダメージを狙う形で、ここでリスクドストロイヤーが出てきて効果何引くんかなって思ったんですけど、まさかの召喚でここですっごいいい感じにホンダを引いて、あこれ全処理され、これ処られたじゃんと思って、これ相手いいホンダ出しましたよね、本当に羨ましい。こんなホンダの出せ方したら私も苦労しないっちゅうね本当に。ただこっちの US キャラっていうのはまあ攻撃力が高いもんですから、はい、こちらでねワッパーで攻撃力 300HP900 を自分の顔面に設置して殴る形を取ります。でまあぶっちゃけ、誰でもよかったんですけど FB を打って、キャラ1体処理に行きました。まあメインの目的はねやっぱり処理じゃなくて HP400 回復、まあ、今の時代 JP だからと油断してたらねすごい勢いで HP が削られていくので、早めの段階で HP はもう1100ぐらいになったらもう全然回復して OK だと思います。でピッキーもいるしね、攻撃力100さらに追加回復して、攻めつつ殴る。で相手のプロテクターも全部剥がす。でここですごい良かったのが、あの HP1700 で寸止めしてオーバーバーストで1600になったんで、相手がピンチ状態に入らなかったこと、 J9 による痛い打撃が絶対に来れない状態を作れたのが非常にありがたい点でしたね、はい。で相手さんがまたホンダを出してくると、最初ねランちゃんでなんか都合のいいキャラクターパクれないかなとかと思ってたんだけど、まあホンダくんじゃあパクったところでね意味はないので、結局この子はただ出てきただけと。でここで、また一個出てきたのがメイドちゃんと、まあメイドちゃん出てきてもねぶっちゃけ効果はないので、なんならメイドちゃん以外に、ね、何でもいいから攻撃力200はいなかったんかってちょっと思ったんだけど、まあ相手がメイドちゃんをここまで固くないに出そうとしたのは多分そういうことでしょうね。まあクリーンがもちろんワッパーの方に来てくれるわけもなく、バーンがねクリーンされちゃうので来るわけもなく自分リーダーによくわかんない形で飛んできて、でもまあこれでもねワッパーは処理できないので、もうあとは手札を見たらわかりますね。手札にはファイアルが1体、そしてリクライニングが1体、あとはもう勘のいいあなたならお分かりでしょう、攻撃力1400があなたを待っている。1400じゃねえ、1500だ、1500じゃねえ、もっと高いわ。はい、というわけで、これでリーサルチ入りました。200、200アップ、400、そしてアーツも増えてリクライニングさんたちが相手を一斉に襲いにかかる。これぞ海岸。はい、対戦者の方ありがとうございましたっていう感じの戦い方になります。で次、TOD との試合になりますね。 TOD はまあ、アスクリの次ぐらいに攻撃力が高いクランなので、ワンチャン、ワッパーの効果がいい方向に働くかなって思って、ちょっと油断してたんですよ、自分の中で。まあ、だって UFO クイーンとかリンタロウ、特にリンタロウはね、攻撃力400から100にできて、しかもその攻撃力100のモンスターが場にいる状態で、相手に300ダメージ与え続けるただのボンクラとなり果てるので、ボンクラって言い方ひどいかな、ボンクラになり果てるので、非常に、助かりますね。でまあ相手いきなり UFO クイーン出てきたんですけど、多分ワッパー警戒して、普段ねこういう場合だったら絶対 B 型ヘリコプターある手札優先すると思うんですけど、これ多分ワッパー警戒か、まあたまたま B 型ヘリコプターが手札にってかすり抜けたか、どっちかでしょうね。まあワッパー出して雑魚処理しつつ、こっちはでねこう手にピッキーもいてくれてるので、ピッキーで回復もして、守る感じになってますね。でまあワッパー今回いつも自分のリーダー顔面って言って出すのは自分のリーダー顔面って言ってたんですけど、今回、まあ、敵の顔面っていうのには理由は特にないです。だって TOD ってさ、どこにいてもよくわかんない方向で処理してくるじゃん、あいつら意味不明じゃん。だってほーらすぐ意味不明ってことしてくる。はい、というわけで配置は本当に TOD の場合は関係ないので、自分の好きなところに置いて多分本当に問題はないです。なんなら裏アトモーテがいるってっていうのを考えたら、まあ、UFO クイーンってすでに分かってるからここは5倍に出せるけど、 US が分かんない状態だったら自分のリーダー顔面の方が良かったかもしれない。裏と思うてでね、
ワンチャン、あれは登場した時にキャラ1体パクっていくけど、2体いる時、まあ、片方1体しかパクれないから、どっちパクるかみたいな話の時にワンチャンすり抜けてくれたら、ね、強いし。で、まあ、次、浮かぶ石像で追加で殴ってくるんですけど、まあ、こっちは負けじとリクライニングで攻撃力ピッキーをアップさせつつ、殴ると。で、まあ、相手が UFO クイーンが出てくるっていうのが、US 枠が UFO クイーンっていうのがもう分かりきってることなので、こっちはとりあえずリクライニングを、リクライニングじゃねえや、ラビヒーリングを出して、この配置をしておけば、ピッキーを処理しなきゃいけなくなるので、まあ、可能であれば全部処理したいんだけど、ピッキーとラビヒーリングは最優先で処理しなきゃいけなくなるので、UFO クイーンがリーダーを殴ることはないかなと思ったんですけど、まさかの相手がリンタロウの方を呼び出してきて、まあ、考えてたことがね、裏目に出ちゃって、相手にとっては都合のいい配置になってしまいました。で、まあ、FB 打たれて HP300 取られ、相手は300回復し、ちょっとピンチになりつつ、ある感じですね。まあ、やっぱり TOD はね、前回、あまり見かけなかった理由としては、裏アトモーテを試そうと思って、もしくは、UFO クイーンの使用率が一時期すごいガッと落ちた時期の次のピリオドだったので、みんな UFO クイーン使ってたんですよ。前のピリオドは。で、HP がすごい、その影響でダウンしてたんだけど、今ピリオドでまた、そこそこの HP を取り戻したので、また TOD は結構見かけるようになるんじゃないでしょうか。で、まあ、ここで自分の取ろうとした方法が、もう、リンタロウの攻撃力100にして、攻撃力100の自分の HP300 くらい続けるだけのかわいそうな子を1体作ろうって思って FB 打ったんですけど、まさか本当に都合よく UFO クイーンが消えてくれたので、じゃあもうルーリー1番、バートン4番にしといて、キャラ配置を完璧にするっていう手段を取りましたね。で、まあこれで、リンタロウはこっちに100ダメージしか与えられないけど、相手リーダーの方は毎ターン終了時に 300HP バクバク食い続ける対象感になったので、このコンボね、僕の HP が今1100だから、ちょっとリスキーなんだけど、普通に考えたらすごく強いコンボです、個人的には。ただ、僕が今これをトライするには、あまりにもいろいろ遅すぎた。しょうがないね。で、珍しくあんまり見られない神武者が出てきて、まあ、こっちがやられちゃうんですけども、で、次の召喚で普通に、もうこれで400食らってるので、あとは300。まあ300出すなんてお茶の子さいさいですよ。TOD にとってはね。で、普通に300の、なんだっけ、ルイゼットが出てきて、普通に処理されて、僕の HP が0になって、連勝が6連勝で、このデッキストップしてしまいました。まあでもね、普通に6連勝できるようなデッキなので、非常に強いデッキだと僕の中では思ってます。特にバッファーのね、ステータスがとりあえず高いので、それをうまく活かすような形でやればいいと思う。効果はね、あんまり意識しない方がいい。脳筋でやれる、このデッキは。はい。というわけで楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、皆さん、今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たち、マステクの動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。